南線パスポートは1922年から1938年にかけて国際連盟が無国籍の難民に発行した国際的に認められたパスポートである。ノルウェーの政治家、極地探検家のフリチョフ南線の発案によるもので、その名前を冠して呼ばれるようになった。第一次世界大戦末期には大きな混乱があり、難民問題が発生した。数多くの政府が倒壊し、 国境線は民族の境界に沿って引き直された。いくつかの国では内戦が勃発した。多くの人々が戦争や迫害、またはその恐れのために家を離れざるを得なくなった。その結果、多くの人々がパスポートを持たず、またはパスポートを発行する政府組織がないため、国境を越えることができない難民が多く発生した。 南戦パスポートが誕生するきっかけとなったのは1917年のロシア革命により発足したソビエト連邦政府が1921年にロシアの難民80万人を含む在外ロシア人の市民権を剥奪すると発表したことだった。最初の南戦パスポートは国際連盟の難民行動弁務官としての 役割を担っていたフリチョフ南線が1922年7月3日から7月5日までジュネーブで開催したロシア難民の身分証明書に関する政府間会議での国際的な合意に基づいて発行された。このパスポートは1942年までに52カ国の政府から承認された。1933年南線パスポートの取り決めはアルメニア人、アッシリア人、 トルコ人の難民にも拡大された。パスポートを必要としながらも国の機関から入手できない無国籍者や難民約45万人に難戦パスポートが提供された。1930年に難戦がなくなると難戦パスポートは国際連盟の難戦国際難民事務所で扱われるようになった。この時点で難戦パスポートには百二十二年の会議への 言及はなくなり、国際連盟の名前で発行されるようになった。この事務所は1938年に閉鎖され、イゴナン南戦パスポートは、ロンドンの国際連盟保護下の難民高等弁務官事務所という新しい機関で発行されることになった。南戦国際難民事務所は、南戦パスポートの制定に尽力したことで、1938年にノーベル平和賞を受賞した。 南線パスポートは現在では発行されていないが、既存の国家、国際連合などの超国家的機関などが、無国籍者や難民のために身分証明書や難民渡航文書などの渡航文書を発行している。ありがとうございます。